ジャパネット高田がこれ通販とか物販をこう、まあ、業界をこうリードし続けられる理由って何なんですかね。でもずっと考えてます。昔だと家電ばっかり売ってたんで、はい、でもそれじゃあお客さんに楽しさ伝わらないなと思って旅行とか食べ物とか始めてるので、まあ、基本的に売れないものがないと思ってるので、うん、5年後10年後何売ってるか僕もまだ分からないですし、うん、あんま先入観なくお客さんのためにいいものだったらやろうっていうのを決めてるだけですね、うん。まあ、クルーズ船がね、はい、行ったことないでしょ。クルーズ船行ったことないし、今両親がちょうど九州と韓国を巡るクルーズの旅に行ってるんですよ。おで、うちは使ってないですね。どこごめんなさい、ちょっとごめんなさいなんですけど、はい、行きたいです。行かせてください。お願いします。全然タレントの方がヨーロッパにあのクルーズに乗りに行く1週間ぐらい行って、それを番組60分にして、その船が来年日本に来ますっていうショッピングやったらめちゃくちゃ売れるんですよ。店員イタリア人とかフィリピン人とか、はい、結構国際色豊かで、なんか外国に行った気分になれるんでしょうね。ずっとスタッフが乗って船でずっと渡ってきますんで、その人たちがずっとアテンドしてくれる。日本からだとどこに行くんですか。横浜発着で日本一周を10日とかでして4000人ぐらいのお客様が乗るっていう船ですね。でたまにね、韓国とか台湾とかそういうところにもうちょっとだけ寄って、割とこう中高年、まあだからあれですよ、ジャパネットのお客さんに結構マッチしてますよね。そうですね。あれなんで思いついたんですか。いや、なんか僕もあんま知らなかったんですけど、一回提案があって、じゃあ乗ってみようって言って乗ってみたらめちゃくちゃ良かったの。本当おっしゃるように乗ってみるといいんですよ。でもみんな知らないならこれはチャンスだということでやり始めました。